人の気持ちが僕わかるんですよ。人の気持ちがわかるからこそチックを出すのが本当に辛いんです。ちょっとマルトリガラスープの素が、なんか変な匂いしたから、ちょっともしかしたら調味料あれ腐ってるかもしれませんね。大丈夫かな。お腹壊さなきゃいいんですけど、これいただきます。まあ熱したから大丈夫かな。うまい、うまいしね。おこげがうまい。前回の動画で音声チックが職場で出ちゃって、それを抑えるのが大変だみたいな話をしたんですけど、まあ結論から言うと、今飲んでるエビリファイっていう精神薬の量を結構増やしたんですよ。で、増やしたらまあだいぶ抑えられるようにはなりました。まあ今でもこうやってちょっと声とか出るんですけど、しっかりしないといけない職場とか電車の中とか、そういう我慢しないといけないっていう状況になると、まあ抑えられるようにはなりましたね、薬飲んでから。でもやっぱりチックこうやって中指立てたりとか、こうやって普通にこんな感じで出ちゃうので、だからやっぱり職場の人には、僕はこうやってチックが出ちゃうことはある程度は理解してもらわないとなっていうふうに思います。まあもちろん僕も頑張って我慢するんですけどね。僕もやっぱりなんか人の気持ちが僕わかるんですよ。まあ自分で言うのはなんですけど、感受性豊かなタイプなんですよ、僕って。だから、ああこうやってチック出すと他の人が迷惑に思うだろうなっていうのはとても気持ちよくわかるし、なんか自分のことのように辛いんです。人の気持ちがわかるからこそチックを出すのが本当に辛いんです。なんですけど、まあそこは本当に自分の心を捨てて、良心を捨てて、なんか嫌われる勇気じゃないですけど、嫌われたって構わないっていう風なマインドを持っていないとね、もう僕生きていけないなっていう風に思ってます。だからもう本当にハリネズミのジレンマみたいな感じなんですけど、近くに行けば行くほど人を傷つけてしまう、こんなチック症の僕を皆さん、 YouTube の皆さんだけは理解してくれると本当に嬉しいです。もう皆さんだけが頼りなんです。うまい。またデココ入ってんじゃん。嫌いなんだけど。